手龍はですねあの動画にあるようにちょっと終電の関係で岡山県に行った終電で行くとでその後始発で山口県に帰るっていう段取りでまあ強制送還しました岡山県までのチケットは買ってあげて渡したんですよそれでまあ僕ね去年の年末に山口県に帰ったのかなと思って人を安心してたら これですよ結局これ何が起きてるかっていうと東京から品川で降りたらしいんですよ山口県に帰ると見せかけてでまだ東京に潜伏していたと動画でもありましたけどお,お母さんとかお父さんにね買ってほしいっていうから、まあ、東京バナナと弁当とか買ってあげたんですよそれを電車の中なのかなむさぼり食ってでこれちょっと煽ってますよね完全になんか俺のおかげで伸びたってさその動画なんか書いてありますけど別にそ,のそういう たために出したわけじゃないだまされる青汁とかテロップ入れたりしてもうこれ煽ってるなって思ってやっぱちょっとこれ見て正直頭に来たんですよね。こいつがさ山口県に帰ろうが帰んなかろうがどうでもいいじゃないですか僕からすると青汁比率から出ていけば別にそれはそれでいいんでまあ別に東京にいてもいいんですけどこのなんか煽りないんじゃねえのって思うんですよね。これはもうう人間じゃないと思んんですようーん これあんまりね、うんまあ、ちょっと言ってなかったんだけどねまだね実はねこいつのね悪事があってあのー、女の子も絡んでることなんでね、まあ、僕も大人なんで言わないんですけどとにかく青汁ヒルズですごい非道なことをしてましたこいつは、はいまあ、だから追い出したんですけどやっぱ疑問があって僕去年の年末にこいつ追い出したんですよ。 多分山口県に1回も帰ってないんですよねこの空白の期間何やってたんだって思いません去年の年末からこの元旦にかけてどう過ごしてたんだろうなっていうのは気になるんですよねこいつにちょっと聞いてみたいなって思うんだよね電話しますか本当にこれガチでやっぱでも気が済まないですね僕もやっぱここまで来たらはいじゃ電話します もしもし。どうも。今渋谷の。いや別にその、なんか画像とかいらないから、画像とかいらないけどさ。はい、ど動画とかいらないんだけどさ。はい。これどういうつもりなの基本ツイッターのやつ。いや、本当すいません。いやいやいや、もうすいませんじゃなくてさ、えどういうつもりなの。 すいません、ちょっと。手差し述べてもらったのに。うん。品川で、うん。あれから降りて、うん。もうちょい頑張りたいなと思って、東京戻ってきてしまいました。お前がどこ行こうか関係ないけどさ。はい。え、何、何、ツイッターた煽りすぎじゃないはい。 迷惑はかけないようにしますもう二度と。いやもうだ、ああいうの迷惑だ。あれ消してほしいんだけど。はい。君の茶番に付き合うためにいろいろやってきた、はい、わけじゃないから。ミサさんが手を差し伸べてくれたのに、うん、自分が変なことばっかりしてるから、ミサクさんまでそう疑われたりなんか言われるのをコメントで見て、苦しいと思ってましたし。うん、え、で、はい、あの後砂川で降りてどこ行ったの今何、ホームレスやってんの はい。嘘だろ。今渋谷でホームレスしてます。<laughs> 嘘でしょ。え、くちょくちょうるせえんだけどで、ホームレスは嘘だろって。あ、いや本当です。本当なの？本当です。です今渋谷で TikTok だライブ配信24時間やってて、うん、もうずっと自分はホームレスでやろうと思ってます。ちなみにじゃあその年末からさ今に至るまで何やってたの？どこにいたの？ あすいません、ちょっと渋谷電波悪いんですよ。いやいや、だからその話そろわ、ね、そのだから年末から今にかけて、どこにいたずっとホームレスやってたわけじゃないだろう。今、渋谷のハチ公、いや、まだまだだ場所は聞いてないんだったから、年越しとかどこにいたのあ、すいません。あの、友達の女の子の家とかにいました。なんでホームレスになったのそこでちょっと家を汚くしてしまって追い出されてしまいました。バカなんじゃないの本当に。 本当にうちに2か月ぐらいいたと思うけどはいベッドは壊すしいやあの期間返してほしいよねほんと頑張れよってさバーとかで語ったじゃん全然変わってねえじゃんはいなんか今街行く人にも青汁さん裏切んなボケって言われましたえ何がしたいの何を目指してんのあ自分は 今、職がないんで、うん、まあ、社会不適合者だから仕事ができずに、うん、YouTube とかそういう配信者になろうと思ったんですけど、働きたいです。あのー、働く場所が欲しいです。働く場所だってもウーバーイツとかやるって言ってたじゃん。それが原田翔太っていうのがバレてても拒否してるんですよね。働ける場所が欲しいです。うん、もう今、もホームレスやっとけずっと。しばらくホームレスして考えさせてください。 <laughs> いや、考えさせてくださいって、もう関係ないから別にどうでもいいんだけど、ちょっと突撃しに行くわ、じゃあ。本当かどうか分かんない、嘘くせえから。はい。どこにいるの渋谷の。今、渋谷のハチ公から徒歩1分のガード下にいます。明日特攻するわ。もう嘘つくねよ絶対。あのあ、愛してます。いや、うるさいわ、もういいわ。はい、もういいです。ありがとうございました。話しても意味ないから。明日特攻するわ、じゃあ。 よろしくお願いししますいやよろしくじゃなくてそういう問題じゃないんだってもう申し訳ございませんもういいわはいはいさよならはいということでもうしょうがないですねだから結局今回ので分かったのはクズに手を差し伸べてもダメなんですよこれもバカなんですけど昔の自分を投影したような気がして自分がねそういう思いをしたから手を差し伸べてもいいかなって 思ったんですよ、ね、まああの動画の通りねもうらが開かないしオフパコとかするんで思い出したわけなんですけど動画には言わなかったけど結構バーとかで語ったりしたんだよね何回もね、うん、そのためにやっぱ頑張りたいって言ってたし、まあ、結局そういうのが嘘だったんですよ、うん、皆さんどう思うか分かんないし僕も何が伝えたいか正直分かんないんですけどこうやって善意って踏みにじられるんだなって思いました本当はもっとがっつり怒ったりその 説教っていうんですか、ね、言おうと思ったんですけどもうああいうやつに何言っても無駄だと思うんではいもうやめましたはいすいませんたくさんコメントくれてありがとうございますやっぱ人の縁ですよ僕もここまで聞こえたのは人の縁ですよこれは本当にマジでだからもういろんな人に感謝してますね10万円マジであげなくてよかったあの時本当に10万円をヘズマにあげなかったのは多分神様が忠告してくれたんだと思いますねでちなみにちなみのちなみに はい、あーこのアホはね、まだやってますよ。はい、このアホ見える見なくてもいいよ、このアホの。やってますね、はい、ちょっとね、場合によっては明日突撃したいなと思って、突撃して、その動画は、ね、本当にこいつホームレスなのか分かんないですねどういうことを考えてるやってるのか分かんないんですけど、まあ、それ、動画撮りたいなと思ってるんで、はいまあ、楽しみにしててください。